佐藤義美は、日本の政治家、教諭、山形県高校教職員組合執行委員長を経て、衆議院議員を3期務めた。1998年くん等局日、中受賞受賞、山形県鶴岡市出身、山形市範学校、東北大学を卒業、山形県立鶴岡工業高等学校教諭、県高校教職員組合執行委員長等を、 歴任。1971年、1974年、1977年の参院選落選を経て、1979年の第35回衆議院選挙で、旧山形2区から、あたかつねひこの引退を受け日本社会党公認で立候補。トップ当選した自由民主党の加藤光一に400票弱に、迫る僅差で、初当選。以後当選3回。 旧山形2区は、1967年の第31回衆議院選挙以降、定数4議席を自由民主党と野党とで2議席ずつ分け合ってきたが、1986年の公職選挙法の部分改正による八増七減で原因区となった。死んだ振り解散により同年行われた第38回衆議院選挙で、前回並みの得票を得るも3位当選の、 社会民主連合の安倍昭吾に2万秒弱の差をつけられ落選。日本社会党は山形2区で1947年の第23回衆議院選挙以降保持してきた議席を失った。2021年3月2日、老衰のため山形市内の自宅で死去。93歳坊津。ありがとうございます。